さあ行くわよ、せーの、始まり始まり。あ、皆さんこんにちは、小峰シロです。私は小峰ジョンの乙女桜が大好きな犬だったんですけど、不思議な力で女の子になっちゃったんですよ。今日は白河にお越しいただきありがとうございます。私の特技は観光案内なので、皆さんを楽しい白河巡りに連れてってあげることもできちゃいますけど、今日はいろんなキャラクターさんたちを見に来てるんですよね。じゃあ案内はまた今度にしましょう。あ、これですか？ですね、今日は小峰城にこのお荷物を運ぶお仕事をしてるんです。こんな風に見えて私仕事ができちゃう子なんですよ。それじゃあちょっとお荷物を届けてきちゃいますね。またお会いしましょう。参ったみたいだね。ったく、あのもののけ、ちょっと怒りすぎだっての。私がちょっとあいつのお昼ご飯食べただけでさ、まったく短気は損切ってね。はあ、それにしてもなんで私はこうもついてないんだろうね。昨日は意味もなく白い犬に噛まれるし、一昨日はコンビニでちっちゃい白い犬に噛まれるし、その前も駅で白い犬にぶちかまし食らうし、その前も白い犬にって白い犬ばっかりじゃん。はあ、ついてないね。 あんたたちいつの間にそこに。え、結構前から。嘘。見つかってしまったからにはしょうがない。私の名はリン。太古の昔よりこの白川を支配するもののけさ。偉いんだぞ。どうだ、怖いだろう。で、怖くないって。じゃあこういうのはどうだろう。私は悪の秘密結社の幹部なのだ。いた。ごめんなさい。いや大丈夫、気にしなくて。お荷物さん。私じゃないのかよ。え、誰ですか。あなたの荷物がこの上なく激しく直撃したものですが、それが何か。かーん、またやっちゃった。落ち着かないと。にぎ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 。おい、しわくちゃにするな。ごめんなさい。うえって。うわ、しかもこんなにしわくちゃにしちゃってさ、うち帰ってアイロンかけなきゃいけないだろこれ。あ、アイロン。あ、アイロンなら私持ってます。持ってきます。待っててください。え、あ、うん、ここでかけるの。持ってきました。今かけますね。よいしょよいしょ。おへー、ずいぶん小型で多機能なのね。なるほどなるほど、これでシュッシュって。これ iPhone だよ。これでお値段なんと300円。私の1ヶ月のお小遣いで買えちゃうんです。あら、すごく安いわね。買っちゃおうかしら。ご注文はこちらまでどうぞ。って通販じゃないし、お小遣い安いし。電話、これ電話だよ。え、電話。そう、私が言ってるのはアイロン。うん、わかった。あ、アイロン、わかりました。早く持ってきて。はーい。はあ、まったく余計な手間をかけさせるね。持ってきました。あ、わわわわ。
ツッコミどころ多くてね、私は疲れたよ。そんな、疲れるのはまだ早いです。ガブです。あんたが言うなよ。ん、くんくん、いい匂いが。ん、くんくん、ん、おい、何やってんだ。すいません、クッキーの匂いがしたから、つい。クッキー？そういや、ここに入ってたな。あ、そういや、白い犬も同じとこ食いついてきたっけな。白い犬？あ、それ、私かもですね。私、普段は犬の格好で散歩してますし。あ、自己紹介が遅れました。私、小峰シロと言います。よろしくです。何？ん？どうしたんですか？あの犬がこの娘、小峰シロだ。あいつに噛まれてから一層月に見放された感がある。よーし、あいつが二度と悪さできないようにしてやる。私はリン。この地方を滑るもののけなのだ。小峰シロ、お前を成敗してくれるわ。ああ、もののけだったんですか？その通り。どうだ、怖いか？もののけ、悪しきもののけがこんなところに。浄化しなきゃ。は？ここにいる皆さん、動かずにじっとしててください。もののけは私が退治します。ちょ、退治ってあんた。私には不思議な力があるんです。この土地、そしてみんなの思いの力、それを集めて変身することができるんです。皆さん、思いの力を、そして私にエールをください。おいおい、話が。この土地に宿る精霊さん、ここにいるみんなの思い、そして東北の復興を願うみんなの思いの心が伝わりますか？私の大好きな乙女桜、そして桜の精さん、お願い、力を貸して。おお、なんかやばい感じがするな、私。うん、説明しよう。小峰シロはその土地に宿る精霊の力と人々の思いの力を借りて悪を打つ正義のヒロインに変身することができるのだ。この世の悪しき邪念、負の力、それを打ち払い、皆に生きる勇気を与えよう。古城に舞う桜の剣士、豪華。この地を汚す悪しきもののけよ、我が聖なる桜の力を持ってお前を撃つ。これこそ小峰シロが小峰城の乙女桜の精霊の力を借りて変身した姿、その名も古城に舞う桜の剣士、豪華である。ぶっちゃけかわいい。うわ、やばいでしょうこれ。恨みはないが本気でやるよ。大魔の力を白き刃に、霊刀白桜。私の体に溜め込んだ負の力を具現化させたこの見えざる爪、これでやらせてもらう。シの力を奪っちまおうと思ったが、マジでついてないね。封印ですか？ああ、そうさ、きっかけはあの地震だよ。あの地震で小峰城の石垣が崩れたことで、あいつを縛る4つの封印の1つが砕け、
一気にその力が弱まったのさ。もうすぐだろうよ。あれは深淵の闇そのもの。あいつが復活すればお前も一瞬で消される運命さ。はっ、闇あいつが出てくればここにいる人間もみんな闇に心を支配され、負の力に満たされる。そうこの世は混沌に包まれるだろうね。闇の封印、その悪しき存在を封じることが人々に明るい未来をもたらすなら、私はそれをなすわ。たとえ誰が立ちはだかろうと、この地に生ける人たち全てを守ってみせる。やるならやってみたらいいさ。あんたのその思いの力ってやつでな。早い。一の太刀神王冠、二の太刀春冠。ついてねえな。こうなったら全部の負の力を解放してやるよ。悪しきもののけよ、その負の力すべて消し去る。なんだこの力。天よ地よ火よ水よ、神羅万象すべての力我が刃に。はあ、登り詰め花となれ、明日を照らす光とならんことを。参加。私の力を、悪しき負の力を正しき正の力へ消化する。あなたも正しき力へと変わりなさい。そうかい、なんだか悪い気を抜かれた気分だよ。って言いたいけど、私は所詮もののけ、そしてここで消え去るわけにはいかないってね。運が悪けりゃまた会うかもね。じゃあな。負の力をまだ蓄えていたのね。まあいいわ。ああそうそう、皆さん、もののけの脅威は去りました。安心してイベントを楽しんでくださいね。ありがとう。私も桜花ちゃんも、この白川、福島、東北の復興が一日でも早くなるように応援していますので、これからも私たちを応援してくださいね。そして少しでも皆さんに笑顔と未来への希望をお届けできたら嬉しいです。それじゃあまたどこかでお会いしましょうね。こうして平和は守られた。だがもののけの言っていた闇とは一体何なのか、波乱を含みつつ次回へ続くのだ。この後はどんなことが起きるんでしょうね。ストーリーが楽しみになってきますが、小峰シロちゃんのステージお楽しみいただきました。さあ皆様にご案内ですが、さくらんぼ歌ね